日本のテレビアニメ作品。公式略称はダリュフラ。2018年1月から7月にかけて、東京 MX 他にて放送された。2017年7月5日、トリガーと A-1 ピクチャーズの共同制作オリジナルアニメーション企画として、天元突破、グレンラガン第1話の CM 内で発表された。トリガーにとっては、初のロボットアニメ作品となる。 スタッフには監督の西木織り氏を筆頭に、新世紀、エヴァンゲリオン、トップを狙えに、いや、天元突破グレンラガンに携わったスタッフがなお、連ねている。なお、シリーズ構成は、西寄りと名スの林直隆が担当する。高いエネルギー効率を持つ、マグマ燃料の採掘によって、地殻変動や、環境破壊が進んだ世界。荒廃した地上で生き抜くため、 人類は巨大移動用サイト紙を建造し、その中で生活していたが、謎の巨大生物叫び流が出現し、平和を脅かしていた。これに対抗するため、天才科学者集団、エープは、フランクスという男女二人乗りの巨大兵器を開発。そのパイロットであるパラサイトとするためだけに、名前も持たない子供たちを育成していた。第十三都市部隊前のパラサイトが全滅したため、 フランクス博士が試験的に急遽集めたパラサイトたちで構成される。QS その他のパラサイト叫び流に対抗するため、エープがフランクス博士を中心に開発した人型ロボット兵器。女性のようなフォルムが特徴。英語表記はフランキスで、名称は鋼鉄の乙女を意味する。複雑式で操縦を担うお寿司操縦者。 ステーメンと機体に直接同調して動力制御を担当するメス式操縦者ピスティルが二人一組になって頭部のコックピットに登場する。機体内ではピスティルが前傾姿勢で前席にステーメンがその後ろの座席に着座してピスティルのパイロットスーツが変形した軌道フードや操縦桿を用いて機体を操作する。軌動すると顔の表面に目や口が投影され。 ピスティルに合わせて表情が変化する。ピスティルが機体と同調して動力制御を行う関係上、ピスティルの身体能力に合わない無理な動きはできず、機体に加わるダメージはすべてピスティルに幻痛として感じられるため、過度な負荷を受けるとピスティルが気絶し、戦闘不能に陥る場合がある。また、ピスティルが単体で機体を操縦する獣のような暴走形態。 スタンピードモードになる危険性もあり、真の性能を発揮するには、ステーメント、ピスティルが信頼を深め、それによって互いから発せられる、ポジティブパルスとネガティブパルスを同調させることが重要視される。登場により老化を早める副作用が示唆されており、ミクなどは、グランクレバス戦後に、頭髪の一部が白髪となり始め、機体のエネルギーを一度に大量に使用したいくのは、 一瞬で白髪頭となってしまった。試作機の段階では短座式であり、当初は生殖能力を失った大人がテストパイロットとして乗り込んでいたが満足に起動することさえ叶わなかった。後に高血球を投与した生殖能力が残っている人間を必要とすることが判明し、最終的に複座式になった経緯がある。フランクス博士により、 叫び流を元にして作られたことが判明した。宇宙に上がった際、地上に残ったジェニスタ及びアパスカしているストレリチア以外は叫び流たちの技術により宇宙仕様に改良され、脚部に宇宙用ブースター共通の武装として十文字ありを装備する。また、カラーリングも黒を基調としたものに変化した。第13都市部隊所属機企画の共通する機体や、 武器で統一される他の部隊とは異なり、それぞれ仕様の異なる機体で構成される、旧 S 専用機量産機パラサイトたちが戦う巨大生命体。大きさによって階級が決められており、同一クラスであっても同じ姿と能力を持つとは限らない。青い血液が特徴で、マグマ燃料のエネルギー反応に集う習性がある。完全に倒すには体内のどこかに存在する。 コアを破壊する必要がある。初めて人類の前に姿を現した際には、撃破するために、核ミサイル数発を要した。後に、太古の昔より人類と違う文明を築いた、叫び竜人が、バームに対抗するために開発した、生体兵器であることが明かされた。各個体が持つコアは、叫び竜の操縦席そのものであり、内部には、 有志二体の叫び竜人の魂が宿っている。矢吹健太郎によるコミカライズ作品が毎週日曜日に2018年1月14日から2020年1月26日まで集営者のウェブコミック配信サイト少年ジャンプにて配信された。内容はアニメ版とは異なるイフストーリーが展開され公開開始から8時間限定で単行本と 同内容の無修正版が配信された。また、マトによる4コマ漫画、ダーリン、イン、ザ、クランキスが2018年1月14日より、少年ジャンプと番組公式ツイッターにて2018年7月11日まで、毎週日曜、月曜、火曜に更新された。ありがとうございます。